はい、どうもどうも、白菜と申します。よろしくお願いします。おい、今、笑ったやつ誰や。で、まあ、今日ね、この白菜ヒューがアップデートされたわけなんですけども、これをね、早速使っていきたいと思います。はい、この武器のね、特徴なんですけども、まあ、皆さんね、すでにご存知かと思うんですが、サブがね、まあ、ジャンプビーコンに変わっていると。で、スペシャルがね、マルチミサイルですね。そういったものに変わっております。なんかさ、ツイッターとか、まあ、2チャンネルの掲示板とかでさ、いや、ヒューより無印の方が強いんじゃね?みたいな感じで、まあ、言われてるわけなんですけども、実際ね、どうなのかなっていったところですね。まあ、その、ジャンプビーコンとかがね、サブでついてるので、立ち回り自体がね、大きく変わると思うんですよ。まあ、特にね、ジャンプビーコンとかがあることによって、裏取りとかがね、非常にしやすくなる。そういったところですね。まずそこがね、大きな点かなと思います。あとはね、マルチミサイルですね。まあ、そういったところじゃないかな。そんなもんでしょう。さてと、白菜をね、使っていきたいと思います。はい、まあ、この白菜なんですけども、意外にね、なんか僕ね、全然使ったことないんですけど、射程がね、長いなと思いました。まあ、パブロとかはガチアサリとかで割とね、重用はしてるんですけども、白菜はね、使ってなかったんです。はい。まあ、なのでね、そういったところも含めて今日はやっていきたいと思います。お、明けおめえ。ありがとう。明けましておめでとう。ナイス。と。いや、いいね。やっぱ新年のこのノリは楽しいですわ。さあ、まあね、新年早々僕はね、こうやってスプラトゥーンをね、してるわけなんですけども、実家に帰ってきてね、帰省したにもかかわらず、スプラトゥーンをやっていくといったところなんですが。さてと、横のところを味方がね、乗りやすいように縫って、かつビーコンも仕掛けときますか。まあ、多分ね、必要ないと思うけどね。さあ、てかさ、なんか大幅にこっち勝ってないか、大丈夫か。なんか敵いないんだけど。敵とさ、まだ1回も遭遇してないんだけど、大丈夫か。開始1分で。さあ、いきなり1枚やっていくと。やばいな、もうすでにリスキル状態なんだが、大丈夫ですか、これ。アイテムってもしかして落ちてる、これ。落ちてるか。いや、落ちてないか。戻ってきてるわ。落ちてない。いや、全員いるじゃん。どういうことだ。お、後ろにおる。ジェッパか。さてと、こいつもやっていきたいけど、ってか、敵マジでいねえな。どこで遊んでるんだ。さあ、こいつをやっていく。裏にももう1枚いるね。こいつもやっていこう。うわ、味方に キル取られた。まあ、いいか。アシストになってますね。ちなみにね、ギアはスペゾーガン積みで来ております。なので、ミサイルをね、ボコボコボコってね、撃てる状態なんですけども、なんかね、一方的な戦いになんかなってしまっているので、正直ね、撃つ機会がない 撃つ機会がないんですよね。せっかく積んできたけど。なんなん、これはさ、白菜が強いっていう解釈でいい?白菜が強いって解釈でいいんか、これは。なんか味方も強いし、白菜も強いし、やべえな、これ。おい、あと1分だぞ、大丈夫か。味方じゃあ、敵もうちょい頑張ってくれ。ちょっと見せどころがなさすぎて困るんだが、もうせっかくスペースをガン積みで積んできたんですけど、ミサイルね、もっと撃ちたいですね、これ。まあ、しゃあない、ここで撃っていくか。無駄ミサイル。なんかね、一方的な戦いで、まあ、ジャンプビーコンとかね、マルチミサイルにうまく活用ね、できてないんですけども、まあ、できてないっていうか、する必要もないぐらいちょっとね、味方が強いんで、なんとも言えないんですけども、まあ、実際なんかそのガチエリアとか、まあ、ガチアグラとかだと割とね、ビーコンは使えると思いますね。はい。まあ、そういったところで、なんかもう残り20秒ぐらいですね。これはまずいぞ。おい、敵もうちょい頑張ってくれ、本当に。これはひどいな。暇すぎるぞ。暇すぎるぞ、お前。ちょっと待って、これからさ、初詣行かないといけないから、もうこれしか動画撮れないんだよ。ちょっと待ってくれ。味方はもうちょい頑張って。味方ちゃう、敵か。敵に死を送りたい。俺が敵になりたい、これ。もう5対3でいいんじゃないか、これ。てなわけで、終わりました。はい、どうもどうも。ガチエリア続いてやっていきたいと思います。まあ、縄張りバトルでね、なんかやたら無双してしまって、なんか見どころがね、強すぎてなかったんですよね、この白菜の。まあ、なのでちょっとね、急遽エリアに潜っております。いやー、ちょっとね、プライベートで初詣をね、今から行けないといけないんで、もうマジで今から行かないといけないんだよ。まあ、なので、もう一戦しかね、できないと思うんですけども、もうとりあえずね、勝っても負けてもこれ上げていきたいと思います。マジで、ちょっと物理的ね、時間がないんでね。
今日普通に年末年始だからな、なんでこんな時にアップデートするんだよと思いながら任天堂さん、まあいいんですけども、さあやっていきましょう。ちなみに、ね、ビーコンは左右の広場に置くのがかなり、ね、強いですね。ここのステージ個人的にはね、白菜ヒュー使うんだったらやっぱそのビーコンをねうまく使わないともったいないなと思います。もうビーコンねうまく使わないと他の武器のね劣化になっちゃうと思うんで、もうこいつをねいかにねうまく運用していくのかっていうのが重要になってくると思います。あとはねその味方にねビーコン持ちのね武器持ってるやつがおりましたら、とにかくねビーコンをねうまく活用してあげてください。じゃないとねもったいないんでね本当。さあもうこれはね勝ちでしょう。さああのハイプレを気づかれずに倒していく。はい、倒しました。ではね、僕はもう初詣に行ってくるのでお疲れ様でした。じゃあ皆さん、良いお年は、良いお年ちゃうわ。終わりですね。はい、おつんご。お前ら、僕は白菜じゃない。北菜だ。お前ら、馬鹿にするなよ。